そこはデリケートな部分じゃないの？何盛り上がってんの？さっこい、ルーレット回して、でも、あとちょっとじゃない？え？あと4つぐらい残っとんのに、もうこんだけしかないって、私本当に引き悪いな。ねえ。はい、36回。え、だってもうあとほとんど正解の部屋ってことやろ？どんだけ当たってない今まで。ないわー。どうよ。はい、水のドリームフロア、到着。じゃ、とりあえず回復しとこうね。キュッキュッキュピピー。妖怪寿司の HP って陽気ゲージが全回復した。キュキュ？それは大丈夫。あ、ほんとや、めっちゃ水辺なんやけど。水辺。お、おったワルボくん。全然やられてないね、こいつ。水のドリームフロアに到着だぜ、この野郎。にゃんと、でっかい川があるにゃん。何するんやろ、ここで。なんかビルの中に川があるのって変な感じですね。こいつもゴゴゴゴッドファーザーの夢を形にする能力で作ったってわけだ。すごい。こんなことまでできちゃうんだ。え、イカだ。このフロアではイカダに乗って川下りを仕上がってもらいます。そして見事ゴール地点までたどり着けたらクリアとなりやす。なかなか楽しそうじゃねえか。妨害はあるの？ケータ、川下りなら俺たちも得意分野だ。残念ながら私は得意ではないんだけど、これまで一緒に冒険した成果、ここでビシッと見せてやろうぜ。盛り上がってるなぁ。ということで、川下り、イカダに乗って出発しますか。ほい。ゴールはどこ？ああ、見慣れた風景。ああ、見慣れた風景。なんか恐ろしい雰囲気でウィス。どっちの方向に行けばいいとかある？ビビることはね、今までの冒険を思い出せ。思い出します。あの辺とかはなんか崩し、アタック！よし。いいぞ。なんか今変なの出てこんかった。気のせいか。ゴールはどこ？あれはただの壁か。別に壊す必要はない。はいはいはい。あ、いい感じじゃね？よし。おうおう、びっくりした。あ、もしかしてあれ、ワルボの形かなんかしとる？ね、なんかそういう形に見えるんやけど、気のせいかな。あ、全然。よし。ちゃんと漕いでいくよ。あ、待って待って。方向が違う方向が。よし、これで。はい、ウィス。ほら、なんか変な形が、気のせいか。何回も言うけど。ウィス。あの赤旗は関係ないとこかな。おー、なんか、あー、よかった、飛び越えた。ね、目的地までのさ、距離みたいなんが書かれてないけんさ、すごい先が長く感じるんやけど、漕ぐの忘れとるし。漕ぐの忘れとるし、あたし。いっしゃいけい。あれは壊さんといかんやつか。あー、ごめんね。よし。いいぞ、いいぞ。ほらほらほら。よし。最強やん、ウィスパー。あ、見えてなかった。全然見えてなかった、やべえ。よし。あれ、ゴールかと思ったけど、全然違うね。カッパーや。さあ、いけいけい。あ、ぶつかる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 。はい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 、やばいやばいやばい。それはぶつかってるとは判断されんの？ん？なんか誰か、あ、あいつか。誰やっけ、モサクやっけ。なんかそんな感じの名前のやつ。うん。ごめんごめん。今の壊しても意味なかったかもしれんけど、とりあえず。おう、イカダがガタガタ言ってません？ごめんね、だから私は不得意だって言ってるじゃない。勝手に二人で得意とかなんか盛り上がってたけどさ。はい、そこぶつかるよ。この丸太は、パンチで壊せるじゃん。これは強行突破ができるというわけだね。おし。おし。結構長いね、場所。雨が降ると川の流れも速くなります。ご注意を。別に速くなるんなら速くなってくれたら全然いいけどね。あ、あそこゴールじゃない？あ、輪に見えてなかった。ほら、来た来た来たゴール。イェーイ、やったね。
日に天気が良くなりましたね、気分を変えていきますよって言えるけど、もうゴールしたから。お、まさかクリアしちまうとは。おめでとうさん、こいつら水のドリームフロアクロアだな、クロアやってクリアだな。やったな、ケータ、イエーイ。クエスト、冒険、水のドリームフロア、バッチリ解決。お見事、ありがとう。なんか全然クエスト始まった途端に雰囲気変わったけどね、場所の。完璧に建物外やったし。ほい、ルーレットボーナス。それじゃあルーレットスタート。くじ引き券がいいかな。くじ引きしたことないけど、中あたり来い。あ、これは、あ、終わっ、ベリーベリーソフト、美味しそうだな、私が欲しいわ。お前らお見事じゃねえか、ワルボ水には近づけない。あ、ショートするけんね。なるほど、そういう弱みが。それじゃあよし、ルーレットを回す。多分あと3つぐらい、3つぐらいってことはあと不正解2つぐらいしかないやん。もうほら、じゃんじゃん行けよ、来い来い来い。53。さあ次は何のフロア、何のドリームフロア。次はあと何が残っとる。ほい、到着。太陽のドリームフロア。もうほら、当たりだらけになってきた。とりあえず回復しとこっか。関係ないかな。さっき別に体力減ってないよね、多分。お、あっちに。どう太陽の色、太陽手取ったね、今。太陽のドリームフロアに到着出て、この色。この野郎。なんかみんな格好が。お日様がカンカン照りすら。ちぃちぃちぃ。この部屋暑すぎだに。あ、もしかしてポニー。あー、確かにウサピョンの服ってヘルメットもあるから暑そう。脱げばいいんだよ。このフロアではカンカン照りの太陽で干からびないよう、荒野にいるポニーちゃんを捕まえて時間内に脱出できたらクリアだぜ。え、できんかったらどうなるん、カラッカラになるんかな。ぜーぜー、あゆな、急いでポニーちゃんを見つけるだに。どこにおるん、見つけるとこからか。ラジャーであります。さあ行くよ。オリアンポニーんで、さあどこや。とりあえずこの辺なんか行けんの。まあいいや、とりあえずは。あ、暴れる暴れる、ちょ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 、大変大変大変。あ、やっぱりこの辺とかあれやない、降りて、待って、一旦、お、降り、どうやって降りるんやっけこれ。あ、降りる、降りて壊していかんといかんの。え、めんどくせえな。そのたんびにポニーね、また別の捕まえんといかんってことやん。なんてことだよ。まあすぐそこにポニーおるけん今はいいものの、日陰ちゃんと入っとんやね、えら。今からちょっと日向に連れ出すけど、発狂せんといてね。発狂せんといてね。恨むならワルボを恨むんよ。ちょ、超えてくれないか。超えてくれない。おお、超えた。おお、黒服とかおるやん。ちょ、あ、ここは超えれんの？あ、マジでここ超えていけんパターンっすか。ほんとね、ちょっと、あ、こっちか。こっちからピヨーンや。さあ行け、ゴーゴー。よし、あ、ついたやん。ついたね。ワルボ、また暴れないで。今そこの壁に、はい、オッケー。はい、ちげえって、降りろということかな。全然違う方向行きよるもんこれ。はい、降りまーす。バイバイポニー。おいおい、マジか、このフロアをクリアしちまうとは。ふぅ、危なかっただに。干からびて死ぬかと思っただに。いやいやいや、何言ってんのサピョン、君すでに死んでるじゃん。何？あ、そうだったに。そこはデリケートな部分じゃないの、何盛り上がってんの。太陽ドリームフロアクリア、お疲れ様でした。お前らクロアっていうのはフロアとクリアが。う
疾走体温ドリームフロアバッチリ解決。ここ結構簡単やったよね、言われるほどでも。はい、ということでルーレットボーダス、さあ行くぞ。超経験値玉来い。中経験値玉でもいいよ。さあさあさあ、おっしゃ、中経験値玉2個手に入れた。やったね、しかも2個やん。さあこれで、あと何個。さあ次行くよ、次。さあルーレット回す、来い来い来い。あと2個か。39番。いやー、やっとやっとゴゴゴゴッドファーザーが見えてきたね。やっと終わりが見えてきたよ。ゴゴゴゴッドタワーで、あ、ねえ、ここに来てデンジャラスフロア、マジでもうストレートで行こうよ。はいはい、やっつけるよ、つぶやき。でかいな。さあゴーゴー。あともうハズレ1個しかないやろ。ってことはもうそれは引き当てないはず。よーし、来い来い来い。はい、48番、48回。やばいな、私これ全ての回出すんじゃないね。ポン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 ってなんかリズムよく行きたかったけど、ん、なんだなんだ。金のドリームフロアに到着だぜこの野郎。ニャーケービーやん、ニャーケービーの劇場にゃん。うんうん、青葉にある劇場とそっくり。っていうかあの劇場そのものだよ。ジャポンの超人気アイドルグループニャーケービー。それを見てすっかりファンとなられたゴゴゴゴッドファーザー様が、ファンなんや。本物の劇場を 100% 再現する形でお作りになったフロアだ。ゴゴゴゴッドファーザーがニャーケービーの大ファン。にゃんてニャーケービー愛、俺っち感動しちゃったにゃん。ダメダメ、おい、にゃんだかゴゴゴッドファーザーと友達になれそうにゃん。いやいや、ダメでしょ。ゴゴゴゴッドファーザーのせいで今大変なことになってるんだから。このフロアをクリアする条件、それはとても簡単だ。音ゲーの可能性が。このニャーケービー劇場でニャーケービーダンスを踊りやがれ。あ、やっぱりダンス。いいでしょう、受けて立ちましょう。私のニャーケービー愛見せてやりますよ。アイラさん頑張ってね。何言ってんですかケイトさん。もちろんケイトさんも一緒に踊るんですよ。俺も。それじゃちょっとだけ準備する時間をくれてやるから、準備ができたらとっととワルボンに言いやがれこの野郎。へえ、私の苦手な音ゲーをここでぶつけてくるかね。とりあえず回復。お、あ、ここになんか衣装とかも飾っとんや。へえ、あ、ポスターとかあるやん。楽しむなってね。はい、準備完了。お、踊る気になったか。ほい、オッケー、ミュージックスタートだこの野郎。よし、気合い入れて頑張るしか。ああ、もう全然、ああ、ちょっと待って待って待って、はい、うにゃにゃにゃじゃないんだよ。ちょ待って待って、怖い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 。ああ、ダメ、全然ダメ私。はいはいはい、ああ、もうこれクリアできなかったらどうなるんだ。もうやばいんだけど、体力のとこ、体力かどうかわかんないけど、私このゲームなんでこんなに下手くそなんやろ。ああ、恐ろしい、終わった、失敗。ちょ待って、はい、お前らお疲れ様でした。ワルボくん、どうでしたか私たちの踊りは。うまく踊れていたかどうかは正直判定できないでございます。だってワルボは機械だから、機械だから判定できるんじゃないの、カラオケ的な感じで。というわけで金のドリームフロアクリアで OK だこのや、え、マジで、なんじゃそりゃ。そんな、せっかく我慢してニャーケービーの格好までしたのに。まあそんなに落ち込むなよ、ダンス結構イケてた。ふっふっ、やっぱダメだ。思い出したらまた腹痛くなってきた。
マック笑いすぎだってば。でもケイトたちともげー楽しそうだったずら。オラたちもなんだか一緒に踊りたくなっちまったずら。よーありがとう。アイナのニャーケービー愛確かに見せてもらったにゃん。今度俺っちと一緒にニャーケービーのライブに行こうにゃん。お、ぜひぜひ。その時はもちろん本物の劇場で。あゆな、ちばにゅーん。なにこの絆。めっちゃ気合ってんな。結局何がしたかったのかよくわかんないフロアだったに。ほんとだよ。クエスト、公演、金のドリームフロア、バッチリ解決。バッチリ解決なのか？クリアしてねえぞ、私。まあいいけども。ほい、それじゃあ、ルーレットボーナスないんかと思った一瞬。ないんかと思ったやん。クリアしてなかったら一応進めるけど、なしですよ、何言ってんのみたいな感じかと思った。はい、来い。なんでもいいや、チョコットドーナツでもいいよ。ああ、来た来た。チョコットドーナツ。今ちょっと甘いもん欲しかったんよね。私が食べれるわけじゃないけど。んで、さあ次のフロアへ。ルーレットを回す。あと一つやろ。さあ来い、正解。さあ来い、さあ来い、さあ来い。はい、24。あと一つ。あれか、残っとった二つのうちの一つは555回ってこと。あ、ってことはもう全部正解ってことか。あーよかった。え、全部開けたってことやん、私どんだけ。ある意味才能だな。火のドリームフロア。まあ一応、ここあれやん。スーパーやん、やめてー。やめてー。あー、私の嫌いなやつ。火のドリームフロアに到着だぜ、この野郎。火のじゃねえよ、火事じゃん。お部屋が燃えちゃってるずら。火事ずら、火事ずら、大変ずら。ここはゴゴゴゴッドファーザー様がそのお力で大火事を再現されたフロア。だから他のフロアにまでも燃え広がる心配はねえけどな。ですが、ゴゴゴッドファーザーはどうしてこんなフロアを作ったんです？なの知らねえよ。この人なんかイラッとするんですけど。めっちゃ適当やもんね。さあお前ら、無駄話している時間はないぜ。燃え盛るスーパーマーケットから時間内に脱出すること。ああ、制限時間がある。それがこのフロアのクリア条件だからな。やべえ、だったら急がなきゃ。みんな走れ走れ。もう二度とこの経験をすることはないと思っていた。ああ、さあ行くか。ああ、モンスターもいるのね。なに、どこに行けばいいん？ちょっと君邪魔なんだけど。ここ入れんねやろ。ああ、燃える。モンスター邪魔だな。モンスターじゃねえわ、妖怪だ。なに、どこ？こっちか。なるべくさ、あの妖怪に当たらないように行きたいんだけど。あ、超えれねえ。勢い勢い、はっ。もっと勢いが必要だ。あ、 B ボタンやったっけこれ、加速。ちょ待って、忘れたんだけど動かし方。あ、 B ボタンだ、 B ボタンだ。ちょ待ってね、もう一回。いけねえ。やべえ、制限時間。そして出口はどこっすか。はい、行け。全然、これでよかった。あ、よかったんかな。あ、それならいいんだけど。はい、行け。次はどこ？こっちか。慎重に行くよ。時間制限がある。慌てすぎてもいいことはきっとない。はい、よし。あ、アッコゴール。これはあそこを越えろということか。テイクオフってある。さあ行け。あ、やったー、やった！ほほう、脱出に成功しまうとはなかなかやるな、お前ら。兄ちゃん、やったずらね。今回余裕なくて見えてなかったんやけどさ、こいつらは一体どこにおったんやろ。なんか、カゴの中空っぽじゃなかった？ジバニアも乗ってなかったよね、乗っとったんかな。これで火のドリームフロアクリアだ。お前らお疲れ様でした。ってことは、あとは、555回。グッジョブだ、ケイタ。いいカートさばきだったぜ。ありがとう。カートさばきとかあるんかな、そんな言葉。クエスト、脱出、ヒロドリームフロア、バッチリ解決。やっぱり後ろから追いかけてくる店長がおらんかったら、全然いける。
へいってことで、さあ、ロブスターもらった、やったね、豪華。ルーレットボーナス。さあ、ルーレット。どれでもいいよ。ミュージックカードはいらんかな。さあ、来い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 。ベリーベリーソフトを手に入れた。よし。ありがたい。ストーリーのロックが外れた。やっと進めるよ。さあ、ゴゴゴゴッドファーザー、出てこい。まさか7つのドリームフロア全てクリアしまうとはな。さすがやろ。これでいけるんだよな。ゴゴゴッドファーザーがまず最上階に。え、そんなこと言ったっけ。それはないわ。あなたね。ジョークだよ、ジョーク。ちょっとブラックの悪ぼジョーク。ちっとも笑えないジョークだったに。チェ、ノリ悪いな。まあとにかく、これで最上階行けるはずだぜ。やった。さあ、グーゴーゴッドファーザーが待つ最上階はもうすぐだ。このまま一気に行っちまおうぜ。おお。もう別に自動的に連れてってくれていいんやけど。あ、でも妖怪に一匹も出会わんかったね。奇跡、やったね。なんか暇人が超うろつきよったけんさ、邪魔やなって思ったんやけど。さあ、555階へ。イエーイ。え、これ全て出さずにさ、なんか何個か置いた状態でゴールした人っておるんかな。それとも全員がこういう感じなんやろうか。そこが気になる。私がついてないんか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。